キーウの独立広場にいるんですけどね、独立広場近くなんだけど、軍事パレードが行われています。ウクライナということでロシアと、揉めています。これは、2013年の政変後、2014年にいわゆる、クリミア半島ロシアに併合されました。そしてドネツク州において、南東部でドネツク共和国という親ロシア派、ロシア派のね、人々が多く住む地域が、占領されています。そんな中、ウクライナの、人々に対しとってね、ロシアの対しての対ロ感情って非常に悪いわけです。で、その中、南東部がね、今揉めているということで、ドネツクの方で、ね、揉めているということでね、ございますけど、小競り合いも、頻発しています。戦闘もね、そんな中、今軍事パレードでものすごい数です。これだけの人々がね、多くいてね、すごく多くの軍人、これは、陸軍、そして、海軍、空軍、他の警備隊なんかもいっぱいいますけど、数千人規模の軍事パレードです。ロシアとの大規模な戦争になるってことも何気にしもあらずです。もちろん、ウクライナの後ろには NATO でありアメリカが控えているわけであって、ロシアもそれに対しては十分承知の上なので、なかなかウクライナと全面戦争ってなかなか起こらないのが実情なんだけど、いつ何時それはね、はっきり 100% 断言はできないことなんです。そんな中、今、その覚悟を持ってということで今軍事パレードが行われているわけですけどね、なかなか勇ましい軍事パレードをね、見せました。ウクライナの人々、今やっぱりロシアとの関係悪いのでね、みんな歓喜を上げてたりもしますけどね、送信します。すごい。どこ行っても軍隊ですね。めちゃめちゃ多いっすね。すごいね、これ。ウクライナ軍の軍人がいっぱい溜まってます。戦地に来たような気分ですね。今やっぱロシアとの問題でいろいろ抱えてるんでね、ちょっとあれですけど、多分全部で1000人以上いるんじゃないかな、これ。すごいな、これ。今、ロシアとの問題でクリミアの併合であるとかドネツク州の問題であるとかいろいろ抱えてるんですけどね、その中で、軍事的な脅威を増している国でございます。士気揚々と、交渉しているわけですけどね、勇ましくも感じますけど、すごいですね、この光景は。なかなかだな。で、それがこんな感じか。どこまで入るの？Україні
та сторіччя відродження української державності вишукувані. Перший заступник начальника Національного університету оборони України.